こんにちは、皆さん、デニーです。もう、8年間、日本語の勉強をしています。そして、えっと、最近、この、マツダ CX5、車を買いました。初めて車を買いました。そして、まあ、本当に嬉しいです。日本の車じゃないね。僕、この、もう、長い間、勉強している、僕のために、これ、まあ、立派な車だと思う。そして、今日、 あのそのボーデン公園運転したらいいなと思って、まあ、一緒に行きましょうそ,それは、えっと、スイスとオーストリアとドイツの間の湖ですマジマジ綺麗この前1回そこへ行ったことがありますが、まあ、このえっと8年間の上達動画のためにまたまあ行ったらいいねと思ってじゃあ一緒に行きましょう 皆さんこれ見て綺麗じゃないじゃあ先に行きましょうじゃあこのロープウェイに着きました今から乗りますはいそこから、えー、とボウデン湖の、まあ、本当に綺麗な景色が見えますところでここはもうオーストリアドイツじゃないですじゃあ登りましょう いいですね。今回湖全然見えません。全く雲で隠れています。すっごい景色ですね。でもちょっと残念。今回人々が多すぎます。この時に人間が大嫌いじゃないね。みんなもそう思うくない？<laughs> じゃあ。 ちょっと僕の日本語能力について喋りたいと思うあの最後の1年間いっぱい「えっと、日常組」という YouTube チャンネルあ見ていたそして、まあ、もっと見るとなんかだんだんよくあ理解できるようになるそれで嬉しいそして、えっと、他にちょっとまたなんか アニメを見るようになってきた去年あの木暮らしの泣く頃にかなそのアニメ、えっと、見始めたけどまあそれは本当に分かりづらかったちょっと僕のためにまだ難しすぎるいっぱい、えっと、難しい単語が出るし、えっとまあ、ストーリーもちょっと難しくて。 あのー、まあそれをちょっとやめたまあえっと多分あこのあといつかまた見てみるけどまあ今はちょっと難しすぎるそしてその代わりに「えっと、進撃の巨人あ」というアニメあまたあ、まあ、見続けたこの前も「えっと、シーズン」ってどういう、まあ、シーズン1と2 もう見たけど3であのちょっとやめたでも最近まあ1週間前かな、えー、っとまた見続けたそしてまあそれは面白いそしてその <laughs> 暮らしのない頃により、えっと、まあ、分かりやすいじゃあこれからも「えっと、進撃の巨人」えー、見終わってまあ、他のアニメも見るそしてまあ この前いつか行ったと思うけど全然なんか字幕なしで見ているそして、えっと、話す能力についてちょっと話したいじゃあまあそのなんか4年か5年前本当にいっぱいいっぱい日本語でなんか、まあ、日本人の友達と一緒にいっぱい話してたけど まあ最近別にまあ前ほど話していなかったでも去年なんかまあ一人の日本人の友達と一緒にえっと1ヶ月に1回ぐらい喋っているそしてまあもしかして前ほどなんかペラペラに喋れないけどえっと今もっとなんか深いトピックについても喋れるコロナの時に えっと、日本にいた時にあまあそのコロナのせいで、えー、ちょっとなんかやる気がなくなったなんか日本語の勉強をするやる気がなくなったそして日本語を勉強したくなかったでもまあその時から時間だったでしょそして去年またやる気もおっロープウェイ <laughs> そしてまあそう去年またやる気をもらったそして今からもっと勉強したい綺麗な山ですねあっちはオーストリアであっちはスイスちょっと面白い今回この山はまあよく見えるけどそのえっと湖全然見えない雲で隠れている前回ここに来た時に この川山が全て雲、えっと、で隠れていた今から読む能力について話したいと思う前回の日本語上達動画に「ねじ巻き通りクロニクル」の第一部の最後の章を読んでいると言ったそしてその章とまあ,あその前の章も一人のおじさんがその戦争についての 結構長い話をしていたと話したそしてまあそのせいで去年ほとんどその本読めなかった1月と2月と去年の終わりになんか12月特に12月に読んだその他に読まなかったその話が結構長くてよく退屈で 読たたくなかったまあでも正直に言えばその話の終わりが面白かったそして今月第2部を読み始めたそれはまあ本当に前よりえっと読みやすいその第1部の終わりにえっと1ページが平均的に9分以上かかったでも今はなんか5分で1ページ読むそしてもちろん 今は前より結構早く読めるようになったこの本を2020年に買って3年半後、えっと、一部だけ読み終わったまあこれからもっと早く読みたいと思うそして漢字といえば去年全然勉強しなかったけど、えっと、もう知っている漢字、えっと、前よりよく読めるようになったその「ねじ巻き通りクロニクル」読んでいたから。 でも今年2000字の漢字まで、えっと、勉強したいと思う。じゃあもう200字習う。まあそれで以上です。えっとこれからそのロープウェイで下がってえっと、まあ、車でドイツへ帰る。この動画を見てくれてありがとう。えっともっと動画を見たいのなら登録してください。また今度ね。